ケモンGO!はい、ということで始まりました。本日、はい、第1回目ポケモン GO のポケモン GO です、番組変わっちゃったね。やっております。ね、今日はね、まあ若干オフモードな感じで、はい、今日は休みなんでパラス捕まえたよ今でね、これね、日本でもできるようになったのって書いてあるけど、まだできません。まだできません。ただ、あのなんか昨日かな、海外の公式のサイトに日本の配信がもうマジかみたいなこと書いてあったんや。ただ東京除くって書いてあったんや。逆にですか。東京除くって書いてあった。都心部、あ、やっぱ一番ダウンロードがあれ、嘘でしょみたいな。多分あれっすよね。そう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 、混雑するみたいな。そう、サーバーの関係上だと思うんだけど、多分ね、東京除くって書いてあって、でできないじゃんと思って俺はちょっとね、いろいろ調べた結果、めっちゃ調べてくれたんすもんね。そう、海外サーバーのアカウントからポケモン GO をダウンロードするのは今までの主流だったんだけど、別にそんなことしなくても取る方法がね、取って、しかもちょっとね、位置情報をね、詐称しなきゃいけないんだけどね、偽装みたいな。そう、一応バレたらバンされるやつなんだけどね。そうっていうのを、そのポケモン GO のそのソフトに入ってるやつをダウンロードするね、やり方がね、あるんですけどね。それで今ちょっと僕と葵がちょっと2人で盛り上がって。まだ日本じゃできません。しっかりやる。あ、でも日本でもできるとこあるんだよ。あれ、これ画像とか見せられますかね、ワンちゃん。できますか、ちょっとこれ。ははははは。まあ一応やってる画像みたいなね。日本でもね、グループどこだっけ、まだ、あれね、ん、ちょっとめっちゃカミカミやけど。日本でもできるんよ、今。地域によっては。こちら公式の OK なやつですよね。そう。で、地域なんだけど、ここ。ここですか。ここ。今、多分、画像出るかな。いきますか。青いです。ああ、準備できたら。ちなみに今は、これ俺も見てちょっと笑ったんだけどね、ちょっと今、スタッフも笑ってたからね。え、どんな画像出るんですか。まあ、見りゃ分かるよ。ちょっと、ふってなる。ああ。自己紹介からいきますか。まあ、じゃあ、青山軽くじゃあ自己紹介。はい、よろしくさ、ポケモンマスター目指してます、青山です。よいしょ、いっぱい捕まえるぞー。はーい。ね、最近めちゃしたよ、中二病になってきたよ。まあ、ちょっとワンちゃん日本版のね、ポケモン GO で俺もちょっとポケモンマスター、あ、そうそう、これ。今日本だと、ここでできます。しかもここの誰もいかんわ、ここの島の小笠原村っていうちょっと左上の部分だけでしかできないです。すげえな。あ、コレッティング出てきた。そう、しかもその小笠原村のそのなんかポケストップとかなんかジムがたくさんあるんだけど、そこのジムはもう今外人さんがもう占拠しまくってるっていう。そう、外人のアカウントが、外人がいっぱいいる。そう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 、捕まえました。あ、今ね、ポケモン捕まえたってことで、今日はね、ポケモン GO の話をひたすらしていこうと。あれ結構世界現象はもう世界的になってるじゃないですか。そうなんだよね、多分めっちゃね、経済効果的にも。どっかポケモンをさ、ね、うん、ホストの中に入れちゃえばいっぱい、あ、そういうこと、集客。じゃ実際来ないし、だって普通来るわけないやん。ポケスト、あ、てかうちの店にポケモンがたくさん発生してるからって、絶対女の子来ないし、ポケモン捕まえに。俺そんなね、痛い初回来たらやばい。今までもビジュアル系が好きな子であったり、ジャニーズが好きな子いるわけで、とりあえずポケモンがすごい好きな初回の女の子が出てくる可能性。でも女の子だって違うよ、だってポケモンゲットしに来てないと男ゲットしに来てんの。ああ、間違いない。早く捕まえてほしいな、ね、違う。でもまあね、モンスターボールね、あれは僕も捕まえられるんで、いっぱい捕まえ来てください。多分ね、はい、俺思うのは、俺はモンスターボールじゃゲットできないけど、ハイパーボールぐらいですかね。まあ、あれ
まあしてる人はまあそんないないと思うけど、他店とかで見るけど、あのキャッチね。あー逆にそっち、あ女の子が外でポケストップとかって言ってる時に、こう捕まえてる時に、あやってるんすかみたいな感じで話しかけたら、 逆に声かけるパターン、話盛り上がるよねっていうね。ポケモン捕まえる女の子を捕まえる、そう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 、あキャッチっすね。すごい発想、野生のホスグルが現れた、野生のやっぱ難易度、やっぱエース級になってくるつれて、やっぱ難しいんですよね。まあそうだね、一緒に眠らせたりとか。まあ眠らせたりはちょっとやばいけど、一体何で眠らせてね、あ、まあホテルで寝かせる催眠術とかね、あの眠り粉とか結構やばいたくさんあるけどね。で頑張って捕まってガチって、いろいろ面白いなこれね。ガチってとか言わないの。まあ10万までモンスターボール、500万以上のマスターボール、いや必須だね。10万でもありがたいですからね。まあでも不思議な飴食わせないとね、やっぱレベルアップ、飴食わせることにやっぱね、飴とムチで女の子は成長するもん、ね、これでもあれだよね、歌舞伎町のホストの悪い癖だよね。何でもかんでもさ、当てはめるっていうね、やっぱ、ああそう、何でもかんでもその物事をホストに当てはめるっていうね、すごい俺悪い癖だと思うんだよね。好きでしょ、みんな好きですね、そういうの。僕も好きです結構ね、ポケモン本当に盛り上がるね。お、今日の青いかっこいい、はい、ポケモンマスターになったから成長したの。いや待って、まあ、引き立て役おるからね隣に。がっつり部屋の格好じゃないですか。いやしかもこれもうクラブスターのあれやな、これあ、ほんまや、これ店の T シャツや。もう部屋着かしてるから。休日にね、まあ、何話したっけ俺。あ、そうでね、今日のね、やっぱ今日ちょっとある意味外れ会なわけなんですよ。半分は出ないし、そうね、まず朝に秋代さんが、まあ、グループラインでね、そう今日出れる人いますかって聞いて、そうの中でっていう感じで、唯一秋代さんのことをあの信頼している、ぶっちゃけ一人でもやろうと思ったけど、一、ね、人でやろうと思って、あのちょっと今日ね、あの各のねウイスキーをね、ここ宅飲みない秋代宅になっちゃうから、もう一人晩酌用にね。そう僕は秋代さんが好きなんで、あいや、ね、ことつきます、出てくれて嬉しいけど、付き合いますよ。そうで、なんだっけ、何を出したんだっけ、これ忘れちゃった、まあいいや、じゃあ続けよう。まあちょっと話変わっちゃうんですけど、グランドオープン成功しましたね。すごかったね、あれ。まあ多分見てくれた子もいるかもしれへんけど、ほんますごかったっすわ。あのね、あのリスト表って言って、あのお店にあのどこの卓に誰が座ってるかっていうのを、まあ、女の子とかね、そう誰指名なのかとかあるんだけど、あのね、そこのね、やつが埋まるどころかね、あの超えるっていう、ね、そう、はみ出しましたね、はみ出したね、初めてはみ出しましたね。そう、もう全部で50択近く来たんじゃないの多分。そうですね、もう50択でシャンパンもバーって常にほぼコールで、俺ずっとコール回してたからね。そうじゃん、回す役。ずっとコール回してたからね。そのお店広がった、もう分けましたね、めちゃくちゃ、うん、広くなかった。そう、めちゃくちゃ分けまくって、もう例えば1列に席があって3つの席やったのが5個にして、ぎゅうぎゅうに女の子と指名の子とか、いよいよだって固めて、女の子同士喋ってたから、そうですね、その間割り込んでもう日本酒めっちゃ飲まされました。ゆうさんはウハウハよ。ゆうさんはウハウハね。その次の週にね、バースデーってね、俺のね気持ちにもならないでね。まあね。しかもバースデーいろいろ催し物もあるのに、なんか催し物あんのに、俺喉枯らしちゃったからね、あの風で。僕先週やばかったっすもんね、風で、うん、やばかったやばかった。何かってことでね、まあ、あのすいません、あの右上にはあの秋代バースデー7月24と書いてほしいです。その次はクラブスターで海って遊びがないか。風めっちゃ入ってんね。やばいっす、やばいっす、壁やばいっす。俺はね、何でもちょっと今日振り返すよ。今日はポケモン GO だから。もうグランドオープンより重要っすか。うん、ぶっちゃけ見せることなんかどうでもいいよ。はい、いや聞かれたら話すけど。わかりました。あ、そんな盛り上がんねん、グランドオープンの話ね。え、ホスラブじゃないんだから。あ、そうだそうだ。なんか、ね、ポケモン GO の話しよう。ぶっちゃけね、ポケモン GO、だってみんなやるっしょ、だって結局絶対やりますよ、もう LINE つぶつぶどころの騒ぎじゃなくて、やらされるっしょ。やらされますよ、むしろ勝手になんか捕まえに行っちゃう、たぶんでね、じゃあ俺今日、そうやってさっき外れ会で今思い出したわ。そう、こうやって人数少ない会だからこそ、あのね、目立つね、会にしたいんよ。だからこれ結局 YouTube に載るわけじゃん。あ、そうですね。で、今やっぱポケモン GO の検索ワードがやっぱ非常に上がってきてるから、
だからこそこのね YouTube の回をあのポケモン GO あのミュウの捕まえ方だよ俺お願いして検索ワードですか。そうそう、あでそのやっぱポケモンを見ようとするミュウを捕まえようとする人、ミュウってマジで出現率低いよこうやって今全国であ世界的にも本当に35カ国かな36カ国かなやってる中で、あそんな出たんですか。発見事例がもう本当に見つかったのが2、3匹ぐらいで、ツイッターとかで捕まえたのすごい神ですね。捕まえてない、捕まえてない、発見しただけで逃げられて、それもかわいそう、そう捕まえて人間まだいない、かわいそう、そうの中で、の中でよ、そうじゃあ、ミュウの捕まえ方みたいなだったら、Google でポケモンスペースミュウで調べたときにこの YouTube が上がるんですよ。スターウォーズ、アキオのバースデーもう発売当時に終わってますあ、そう、ミュウ捕まえたら多分ね、めっちゃ高くくれると思う、めっちゃ高くくれると思う。売れるんすか、そういうのって。売れる、売れる、あ、アカウントはね、アカウント売れちゃう、あ、そう、売れるか、そうだね、そういう仕事あるからね、自慢できちゃうもんね。いや、転売しようって言うけど時給換算したら結構エグいぜ時給換算したら多分結構エグいよ。いいな、え、もし今やってるやつでもうミュウ出る可能性もゼロじゃないんですよね。うん、でも今、まあ今やってるけどね。え、それ電池めっちゃ食うでしょ。うわ、ほんまや、めっちゃ食う。さっき満タンした時 80% しかない、うん、めっちゃ食う。え、これでもしかも今使ってるってセコいんですよ。あのみんな普通は歩いてポケモン GO ってやるのに、あの俺らこうやって十字キーを押しただけでいけるんですよ何キロも歩いたことになって勝手にずるほほマンポケモンレベルアップしたりとか。そうそう、え、モンスターボール有料じゃないよ。有料なんだけど、あのなんかどっかのその公園とか行ったら、何々公園とか行ってなんかそこでちょっとボタンポチって押したら、あのモンスターボール3個ぐらいもらえる。え、もらえるんすか。もらえる。ええー、あとなんかレベルアップしたらモンスターボール10個配布とか、もらえる、もらえる系なんですよね。そうだからね、まあ、今日は本当にポケモン GO の宣伝、ポケモン GO の宣伝、ツイッターでも書いたんだけど、本当にねどの企業もねちょっとやっぱねあの活用してほしいね、これをね活用してほしい。走るスピード半端じゃなくて車にしてるでしょ多分。そう、本当にね活用してほしい。あのツイッター書いたけど、投票所に、投票所かな、あー選挙の、そう選挙の投票所に、あれレアポケモンを配置してほしいんや。やっぱ選挙にあのやっぱ投票する一人一人の意思でね。あんまりね政治的なことを言っちゃいけないって今日言われたから、まあツイッターに書いてあるんで僕のねしかも ID カオルさんのだしえどれ ID ID 違うね、青いってなったら、これカオルさんだね青いじゃないね。どうもどうも、青いです。青いはあの字が潰れててよく見えないやつだね。すいません、青いもカオルさんもよくタイムカード間違えるからね、そう結構似てる、草冠でね。でもデータ日本でできなくても同じようにできるの、できるけど多分赤いやつですよね。まあバンされるかもしれないね、ワンちゃん。そうですね、赤い言うても多分そのアカウントを凍結させたりとか、そっち系。だから今できるのはもう海外でやってるみたいなもんやから特にね、ね、準備。ただこの季節に外に出るようなアプリ出すのはいけないね熱中症で多分ぶっ倒れますよね。だって日本人なんてさ、もうほんとクレームクレームクレームやん、なんかちょっと陰湿なクレームが多いやん。最近もお母さん、保育園ゲームだけでお母さんがなんか会社にクレーム出して賠償金とかなんか請求したりでしょ。ねえ、だから過保護すぎる部分もいっぱいちょいちょいさ、俺よく見るのがさ、あのポケモン GO は良くないみたいな、うん、のせいで事故がたくさん今あるみたいな、配信するなみたいなね、この流れ大嫌い海外で重傷な事故も結構起きてきてるみたいなんで。ああ、俺思うのはそういうのってさ、前々からそのなんか何々のせいでどうこうみたいなやつあるけどさ、あの元々そういう事件はあるはずない、うん、だけどあのたまたまその事件とポケモン GO とかそういう何か、そういう何かコンテンツが重なっただけで、うん、ね、アニメ見たからどうこうとかじゃなくて、元々あったやつにたまたまそいつがそれやってたからっていうのでね、重なっちゃう部分が出てきたり。しかもそっちの方が分かりやすいし、話題としても盛り上がるからニュースになるんだろうねっていうね。使われちゃうんですね。そうそうそう、昔の太陽の伝説みたいな、あれなんか太陽みたいなやつじゃないですか。なんかいいね、何でしたっけこれ太陽、僕らの太陽。そう、懐かしい、僕らの太陽めっちゃやってる。あのゲームボーイアドバンス、あのなんかデルガルソル、なんかガルデルソルだっけ、なんかソルデルガル、なんだっけね、太陽光でチャージして銃の弾にするやつでしょ。
あるっすね。あれ流行ったね。俺は買ってもらえなかったけどね。僕も買ってもらったけど、友達が太陽はなんか言うてんのをなんか見て楽しんでました。あ、もう CM か。ポケモンの話してるとほんと時間短いね。じゃあそのまま、じゃあ CM 行きましょう。いや、じゃあ。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい、どうも。操作方法を教わってました。ポケモン面白いよ。でね、ポケモン面白いのって質問が今あったけどね、あの面白くないです。あれ、せっかく面白いで、じゃあこれってあの歩いてやるからめちゃくちゃ面白いと思うんだけど、多分歩いて、ね、その場所に行ってその場所でしか捕まえられないポケモンがおって、そう頑張って探すから楽しいんだけど、今俺らがやってるのはあの十字キーを押したら勝手に歩いてくれるやつ、ね、そう海の上まで行っちゃうタイプ。GPS 関係ないよ。したらね、マジクソつまんないよ。どこでも何でも捕まえられますから。あれはね、あとはそれ繰り返せばレベルも勝手に上がるんで、努力がいらないです。いよいよね、つまんないよ。だから、まあちょっと最初のね、慣れる感じで、うん、そう、どういうくらいの気持ちでしかやってない。仕組みをね。いや、何より東京を覗くを見た時に俺はもう、確信したもんね。地方に2、3日、ちょっとホストがあるとこ行って、1日体験だけしながらポケモン GO で生活するっていうのやりますね。うん、3日間ぐらい。いや、ほんとしたいよね。でもどうする、俺バースデー直前やで。まあそうっすよね。23日の配信されてみん。うわぁ。ね、誰も家から出てこない。あ、違うか、それはないか。それはないね。ちなみにね、このね、東京いつかできるなるか、まあ多分なると思うんですけど、8月から9月の間に。8月半ばから9月。多分ね、7月の後半にね、ポケモン GO プラスっていう腕時計が、ね。あ、あれっすよね、なんか。かわいいおもちゃみたいな時計、そうそう、近くにポケモンいると反応するやつなんだけど、多分次10月ぐらいの歩数マガとか撮影した人絶対つけてる人いるから、ね、つけてるね、絶対最近買ったみたいな、そうそう、これで捕まえまくってやる。撮影やってるから絶対。これがね、ポケ歩数今狙いどころなんですよね。転売ヤーは絶対増えます。転売ヤーはあのね、3500円ぐらいで売ってんだけどね、多分俺の人だとね1万5000円か2万円になるからね、転売したら。そうっすよ、今そうアイコスとかも、そうアイコスもね、めっちゃ値上がったからね。アイコスの限定カラーの赤色みたいなやつはもう4万ぐらいするし、あとメビウスからもアイコスっぽいもプルームテックって出てるんですけど、はいはい、それも福岡でしか販売してなくても前予約、事前予約が俺も届くのが10月過ぎに届くってなってて、これは原価で買ったんだけど、今欲しいってなった時は絶対あの2万ぐらいは絶対かかってくるから、そう、うん、そう、アイコスね、アイコスさ、見たかった。だから最初さ、なんかユウさんとか使ってて、でなんかちょっと真似し使うやついたやん。そうですね。だから俺なんか特に何もなんか、なんか普通に最初から流行ってるのかなと思ったけど、あ、いただきます。あれアメトークからだね。あ、それお前用だよ。あ、そう。あれアメトークで火ついたよね、あれ。アイコス芸人って言ってた。そうそうそう。多分、ね。タバコやめられない芸人じゃないの？アイコス芸人。あ、でもアイコス芸人ですよ、多分。アイコス芸人。あれやばいね。アイコスが使ってる人が。おかげさまで俺乗り遅れたもんね。で、俺なんかそれ、地元のその転売とかいろいろやってる後輩とかに話したんだけど、あの、で、流行とか、まあ、東京早いよねって話してて、あの、歌舞伎町よくさ、セグウェイ走ってるじゃん、なんか。フリーハンドの。あの、なんて言うんだっけ、あれ。ホバーボード。なんとかスクーターって言うんだけど。なんとかスクーターなんですか。そう。バランススクーターみたいな感じだね、確か。あれね、地元で行ったんや。これ俺走、で、地元で走ろうかな、つった。なんか。え、歌舞伎でこれ走ってんのみたいな。嘘でしょみたいな。地元、千葉の子なんだけど。スクーターっていうか、あの、セグウェイ。あの、こういうやつ。こういうやつや、これ乗ってなんか、前に体重かけると、こう、バーッてするやつ。でも、
最高で20キロぐらい出るやつ。30キロ出るんだよ。マジです、原付きじゃないですか。免許いるっすよ。あ、20キロか。あれめっちゃ速いよね。めっちゃ速いとかめっちゃ欲しいよね、あれ。え、乗った人、乗ったことある人いる？いや、僕、マジでないんです。乗りたいんですよ。あれ乗ってみたいよね。あれ欲しいわ。欲しいのって、欲しいの笑って書いてくれたってことは何？送ってくれるってこと？俺バースデーやで、ね。違うじゃないよ。誕生日祝いでね。違うじゃないよ。あれ6万ぐらい。メガネでユーマ似てる。メガネでユーマ。こコメントに困るコメント、本当にやめてほしいね。はい、葵は、阿部さんに痩せてはないよ。え、違うよ。俺が太ったから相対的に痩せたように見えたけど。笑いどころやで。めちゃくちゃ生えてくるからね。まあ、歌舞伎だと乗れないんだよ、あれ。まあ、そうだよね。規定かかってるじゃん。うん、危ない。まあ、転売登ったけどさ、なんか、有名ホストのさ、オリシャンってさ、転売できんのかね。いや、欲しい人はいるんじゃないですけど、もう超有名な。そう、超有名な。奥の男のなんか、オリシャンとかは。あ、奥の男、さらに前のさ、あの、ね、白崎仁とか、あとまあ、超伝説っていうのもあるんですか。大鳥、うん、M カドさんとか今の知り出してる方だろうね。オリちゃんとかで考えたらさ、欲しい人っているのかね。欲しい人いなきゃね、値段は上がんないからね。うん、でも価値は絶対ありますよ。でも下ろす子ってだって変な話、5、6万、ん？ 6 万、あ、8万から10万ぐらいで下ろすわけでしょ、オリちゃんって。まあ店には、その人によってその人が10万以上って言ったらなるかもしれないですね、でしょ、有名人になったら。どうなんだろうね、原価で考えるのかね、それともその時のお店の買い値で考えるのかね。どうなんだろうね。本当に欲しい人欲しいんだろうね。でも多分相当狂いたい人狂うとかじゃないもんね、本当に。2人がオリシャン売るならいくらで売る、どういうことですかこれは。あの、普通にお店で売るってこと。お店で売るっていうか、下ろしてもらうってこと。僕は、ちなみに僕のオリシャン多分賞金6万なんでね。僕も6でした。まああとはまあ気分だよ。別に10万で下ろしてもいいし、うん、高くなった分だけ価値がつくってことやからね、大事にしてもらう。自分のお店出すときね。いや、自分のお店出すときどういうこと。これは俺が経営してる店ってこと、それとも俺が働いてる店っていうこと、どっちだ。じゃあ明雄さんがもし、あの、自分店出して 何でもいいですよ。それで、俺実はホストやってたんだ、そのホストのオリジナルシャンパンが限定であるんだけど買ってよみたいな。それはだってあれや、あ、今の店でらしいです。やっぱさ、飲食業なんでね、原価率と考えてね、で最終プラマイゼロになるように考えなきゃいけないからね。まあおおよそね、ホストの、ね、原価から10倍って言われてるけどね。まあ6万が妥当っすね。10倍ね。大人の事情。お茶のボトルって持って帰っていいな。はい、持って帰ってください。いっぱい持って帰って、めっちゃ持って帰ってます。後からも配れるし、持って帰ってほしい。持って帰ってっていうか、まず俺のオーディションを下ろしてほしいね。あ、うん、24日ちょっとね、そうですね、作れるっすもんね。そう、25本ぐらいあるのかな、多分。あ、20本か25本。え、それだったら1日で開きますよ。まあ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ、あの、ぶっちゃけ、あの、やっぱ普段、まあ逆に俺がお世話になってる節もあるけどね、仲良くしてくれる、うん、女の子がちょっとでも応援してほしいなと思って。一番、秋代さんは、このクラ僕、ユースの時からずっとお世話になってるんですけどね。一番ね、もう、ペッパーヘブ回って、どこに対しても完璧にこなしてくれる人なんで。そんなことないよ。はい。はい、とかい。え、でも本当にいつもお世話になってるんで、それは。葵はオリシャン何本入れてあげるの。僕は、頑張って2本から3本頑張ります。嬉しいね。あと2本から3本もここで降りてるってこと。あともう、あ、待って、うちの従業員40人ぐらいいるっすもん、ね。うん、ダメだ。幹部が3本ずつ降ろしたら終わりだもん。割と従業員の中でもそんなに疲れてない方で、俺従業員から。いや僕は好きですよ。そう、後輩の髪とかやれば中でね、幹部とかもさ、やっぱほらグランドオープンでさ、まあ、結構ね、ユウさんに大変な目に遭わされたわけでさ。そうですよね。いや、基本的にみんな仲いいんですよ。うん、ただ、
俺がちょっと怖いっていう人が多いっていう感じかな。結構はっきりはっきりものを言うから、で遠慮は特にないから。僕は売れてないです。はい。でも今月ドカンいますよね。いや言うけど俺ナンバーブリーだよ多分今月。いやね、思ったよ、幹部のレベルが今回は。今回ちょっとえげつないぐらい幹部、ね、結構みんな全力出したね。気合入ってるから。だから本当は無理無理、来月とかの。なんかちょっとね、来月に延期しようかって一緒に考えたんだけどね、いいやと思った。でもやることに意味があるからね。あ、グランドオープンの月にバースデーするの間違いでしょ。まあ確か間違えたっす。もともと6月にやる予定だったんだよこれ。でも諸事情でね、諸事情でね。まあそれはちょっとお店来たら話しますが、うん、でもまあね、ここで見てる人でも中にはね、来てくれる人、はぁはぁはぁ来てほしいね。いきなり、あ、京さん、初めましてで、ね、初指名、シャンパン、可能性もゼロじゃないですか。あーね、それ嬉しいよね。初指名でシャンパン入れてもらったことないからね。間違いなくないっすわ。オリシャ入れるとして最低会計いくら？ 10 万5千ぐらいです。最低料金もうほんとウォーターガールで水だけ飲んで、オリシャン、オリシャンって考えたらそう、10万5千ぐらい。そうっすね、10万くらい。高いよね、そう考えるとオリシャンって。10万なんてね、だって俺の財布今8千しか入ってないんだよ。僕もそんな入ってないですよ。これの12倍以上持ってなきゃいけないってことでしょ。もし普通の僕ずっといる職今までやってたんですけど、その頑張って給料は18万とかしかもらえなくて、うん、そのうちね欲しいもので8万円で残り10万余ったとしてもね、買わないもん。絶対買わないもん俺だったら。でもそれを価値にできるのはね、やっぱすごい仕事だと思う。まあニコ生だから言えるけどね。真面目か。いや、マジニコ生だから言えるけど、普段ヘルプじゃ俺は言わないけど、まあ理不尽な世界ですよね。これニコ生だけの話だったね。理不尽な世界ですよねっていうね。あ、1分前。はい、ということで今日非常にね、早い時間が流れましたということで。めっちゃ早かったっすわ。ね。まあちょっと今日はね、新しいそのトークテーマがね、見つかったんで楽しかったけど。次も、そう、本当はね、本当は、あの会見についてね、会見、会見、憲法改正についてね、話そうかなと思ったんですけど、真面目か。いや、これ大事なことだからね、俺のツイッターちゃんと見てよ、ちゃんと見てね。はい、ということで、はい、結論ね、見えるの捕まえ方教えてあげる。クラブスターに来てシャンパン入れてくれたら捕まえてあげる。うん、頑張る。以上。適当か、ごめんなさい、すいません。ホスト的に雪地が捕まるね、それ。そうやった。はい、ということで、はい、24日バスありますんで、皆さんよかったら来てください。ニコ生見たね、初回2000円90分、半物ワンセットつくんで、皆さんよろしくお願いします。バイバイ。まだかい。見えだよ。見え。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだこと見つかる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を